はい、じゃあそれでは、合格答案作成講座の刑法の第1回の講義進めてまいります。本日より刑法ということになりますけれども、まあ、使用する問題集自体は、これまでの3科目と同様ということですね。合格答案作成講座問題集を使いながら、特に、重要なところですね、第1部から、問題全問について答案構成かけていきながら、ある程度ね、刑法は網羅的に、扱う内容になっていきますので、特にインプットで、ある程度知識的なところがついてきた段階で、事例問題で外さないというところをね、しっかりとここは刑法を押さえていただければと思います。で、特に刑法の場合ちょっと特徴的なのは、民法であったら物件は物件、債権は債権、とかね、民事訴訟法で言えば、訴えの利益は訴えの利益みたいにある程度分断した形の出題が多いんですけれども、刑法だとどうしても、総論と各論ですね、特に総論であれば単独犯の処理と、それから共犯関係、ですね、で複数の罪数が罪名ですね、複数の罪名ですね、各論だと絡んでくるので、1問目から結構総合的な内容ですね、前半から総合的な内容入っていきますので、例えば最初の1問目ってこれ不作違反でしょみたいな形の、中心論点はあるけれども、それに対する付随論点みたいなのが出てきたときには、それを合わせて見ていくということをやっていくと効率的かと思います。でその際は、インプット教材ですね、一応、私の入門で使っているかな、現にね、刑法総論と刑法各論のチェックシートについては一応ありますけれども、あの入門段階で使っている教材を引き続き、使って、そこの完成をしていただければというふうに思っております。じゃあ早速ですけれどもね、問題進めながら、刑法の書き方みたいなところもね、基本的なところからもう一回やっていくということをしましょうね。はい、ということで、1日目ということになりますから予習は前提としていませんので、一緒に考えていきながら、解いていくということになります。できれば7問8問いきたいところだと、大体言っていい、その通り言ったことないので、できる限り進めていきましょう。はい、じゃあそれではまず第1問ということになりますが、まず文章をね、今日は最初ですので読んでない前提ということで、一緒に読んでいきましょう。甲が深夜の繁華街で車を運転していた。で前方不注意により歩行者 X を跳ねてしまったと。で甲は車から降りて、様子を見に行ったが、血が大量に流しているのを見て怖くなり、死んでも構わないと思ってそのまま逃げてしまった、ということですね。まず甲がそういうことをやったと。でその30分後、現場付近に住んでいたオツが、X を発見し、車を病院まで連れて行こうと思い、自宅のガレージまで X を背負って帰っていったわけですね。しかし、オツがですね、ガレージ内で X の顔をしっかり見たところ、X がかねてから恨みを持っている人物であることに気づいたため、このまま死んでも構わないが放っておこうで、どんな話だったよね、考えて X をそのままガレージに放置しておいた。その結果、明け方頃に X は出血多量で死亡したんだけれども、X が、もしも病院に、X を運んでいた場合には確実に助かっていたという場合であった。で、甲とオツについて論じなさいということになりますけれども、基本的には特別法違反は除くということになってますので、一般的にあの、この下に参考に出ている、過失運転致死傷、ですかね、過失運転致死傷のこの参照条文以外のところは、特に検討しなくていいということになります。でまず問題解くにあたっては基本的な、最初ね、合格答案作成講座なので、論文をしっかり書いていくにあたっての、作法だけ確認しておくと、基本的には人事ですね、基本的には人ごとに書いていく。だから甲の在籍、オツの在籍という形で人ごとに書いていくという形になります。でそれとあともう一個ですけれども、最初に問題読みながら共犯関係あるかどうか意識しておいた方がいいかなと思います。本問では明らかに共犯関係ありませんので、甲の在籍とオツの在籍というのを端的に2つに分けて論じていけばいいわけだけれども、共犯関係が認められそうな場合はですね、共犯関係が認められそうな場合はセオリーとしては実行犯から書くということですね。セオリーとしては実行犯から書いていって、実行犯に対して犯罪が成立した場合、そのものは間違いなく正犯なわけですから。でその正犯との関係で、共犯とされるものがいかなる共犯形態になるのか、共同正犯なのか、共謀共同正犯なのか、それとも共犯にとどまるのか、それともさらには幇助にとどまるのかみたいなね、そのような形で共犯を論じていくというのが基本になります。実際やっていきながらということになりますね。でそうすると、今回の場合甲の在籍、オツの在籍ということになりますので、どんどん、答案構成確認しながらいきますが、まずは甲の在籍から、入っていくことになりますよね。甲の在籍から、検討していきますが、でその時、意外とね、書き方が苦手な人はまず定型化したとはいいです。まず行為の特定からです。いきなり何罪の検討って書く人いるんですけれども、基本的にあまり得策ではないかなと思ってます。要するに問題となる行為があれば、その行為がいかなる犯罪の構成要件に該当するのかってところから入っていった方がいいです。ですからこの場合だったら、例えば甲の在籍でね、結論としてはこれ多分
あれでしょ、過失運転、致傷になるんだよみたいな話でしょ、検討していくのは。過失運転致傷が、致死か致傷かって問題になるんだけれども、まずは最初にある問題となる行為を特定していくと、いうことになります。いいですかね。そうすると、まあ、一番、まあ、時系列から順番に書いていけば、まずは車をはねた行為ですよね。実際にまあ前方して、あとはごめんなさい、言い忘れたんですが、人それぞれ変わりますけれども、刑法を書くのが苦手な人は、客観的に問題となる行為と主観的な部分分けて検討すると、うまくいくことが多い。要は例えば問題の中で明らかにこういう死んでも構わないと思ってとかいう、その主観面にある部分っていうのは、大体密室的行為であったりとか、共犯であれば共謀の成立の肝になってたりするわけです。ですので、客観的に存在している事象の中から、なんか主観面について触れているもの、今日出てくるけど、錯誤論とかもそうでしょ。人だと思って撃ったら、肉だったとかないか、なんか犬だったとかね、A だと思ったら B だったとか、結局なんとかだと思ったらって部分は必ず問題の中で意味があるわけですよね。ですので、今回の問題、項のところでこれしかありませんので、もう端的に、項が跳ねてしまって、で、死んでも構わないと思って逃げてしまったってことは、密室的行為があるっていうことは、認定される。で、あとは、問題となる行為っていうのは、複数ありえるけれども、大体、色を分ける必要はないとは思うけれどもね、前方不注意で歩行者を跳ねてしまった行為と、あとはそのまま逃走した行為って2つありますから、その2つの行為について、全部移す必要はありません。1つの例としては、X を、前方不注意で跳ねた行為ですよね。跳ねた行為について、これが成立するんじゃねえかっていうことを示すということです。で、大体刑法の場合、構成要件該当性から入っていくわけだから、これが構成要件に該当する行為だっていうことを認定することから始まるので、特定の行為を指摘して、それが構成要件に該当するっていうことを言っていけばいいということになりますよね。すると、問題文でいうと2つありますから、サクッと見ていくと、X を前方不注意で車で跳ねた行為、それから大量の流血をした、この辺はだから相場観ですよね。大量の流血をしたですね、ごめんなさい、字汚いね。大量の流血をした X を放置して逃走した行為。失礼しました。2つ犯罪が成立するような、実際これ読みながら当たりつけられますよね。前方不注意で車をはねた行為については、で、問題としては大丈夫ですね。あり得るとしたら、やっぱり過失運転致死傷になるわけですね。過失運転致死傷の、一応法5条ですよね。自動車運転、処罰法の5条で、過失運転致死傷の検討になるだろうと。特にこの時には、きちっと構成要件該当性を認定していってください。特に今回はここが問題になるんだと思うんですよね。過失運転致傷なのか、過失運転致死なのかでしょ。なので、少なくとも、この構成要件該当性で、民法よりも必ず構成要件該当性の認定を外さないで、刑法をかけると思ってたら点数伸びない人の結構特徴が、罪名を当ててる、論点も当ててる、結論もそんな外してないんだけど、構成要件を拾ってない。で、それが一番もったいないからね。民法でもね、基本的には不当利得だったら不当利得の要件全部拾った上で認定するんだけど、刑法の場合にはもっと厳格にやった方がいいと。簡単でもいいんですよ。簡単でもいい。なぜかというと、刑法って国家の刑罰権の発動要件みたいなところあるから、財刑法定主義の観点からも、当然犯罪が成立するからには全てのものが成立すること、特に構成要件は認めていくことになる。そうすると、一応答案構成だから構成要件上問題ないよねっていう場合には、構成要件、師匠の部分は抜かしても構成要件の部分については問題なしということになります。で、一応問題ちょっと見ていくと、構成要件はこれでしょ。いやね、これだけでしょ。自動車の運転上必要な注意を怠ったことが、構成要件になりますから、例えば論文、今日1回目ですから、刑法の論文書くときに、全部の要件を、よくあるのが、これの要件はこれとこれとこれとこれだ。1、2、3、4とかって4つの要件書いて、1は満たす、2は満たす、3は満たす、4は満たすっていうふうに、やられる方多いんですが、論点、大きな問題点がないものについては、それやると結構ストレスになるでしょ。で、だらだらするので、書くときには事実引用認定っていうのも一つのテクニック。ですから、例えばね、1回目だからやるけれども、これは本当に落書きだと思ってください。項は、もうシンプルに、
前方不注視で自動車を、これは論文の場合ね、例えばね、運動って書いちゃった、ごめんなさい、運転ですね。あ、すみません。運転するという自動車の運転の注意を怠ったことから、まあ、要は過失運転、これはちゃんと書かなきゃダメ、致死傷罪の、構成要件に該当する。まあ、場合によってはこれでいいんだと思う。これで十分認定したことになります。よく過失運転致死傷の構成要件は、自動車の運転上必要な注意である。本文では、X は、こうは、繁華街で前方不注視で車を運転していたことからこれが認められるって書いてもいいんだけど、多分そうやってると重要な争点になったりとか、定義付けが必要になってくるやつあるでしょ。欺罔行為であったりとかね、まあ、横領とか、そういう時になんかメリハリつかなくなってしまうので、明らかに認定できる時には、要はこれとこれ対応すればいいです。事実と要件認定っていう話で、要件認定の場合にはまあ鍵括弧つけて、しまえばいい。まあ、今回の場合だったら、まあ、保護状ぐらい書く必要ありますけどね。怠ったとことからのところに、まあ、例えばここに引用で保護状ぐらい書いておけば、これで十分構成要件該当性の認定はできるということになりますので、まあ、明らかに過失運転があったことは言えると思います。前方不注意で、運転をはねている、運転をして、で、よって人を死傷させているわけですから、そうすると結果的過重犯の問題になりますから、まあ、まあ、ごめんなさい、これはいいやね、これ過失運転だから過失犯ですから、その結果、人を死傷させた場合に成立します。ということは、まあ、あとは、問題としては、これ、死傷させたっていう要件です。結果的に A は死んでるわけだけれども、ちょっといきますね、ちょっと戻りますね。まあ、こんな感じで、まあ、これは書き方って問題ですけどね。そうすると、これ、どっちどうなるかっていうことですけども、結局、結果ですよね。まあ、X 自体は、まあ、問題確認しておいてください。X 自体は跳ねた段階では血が大量に流れているという状況です。ただ結果的に死んでいると。つまり、傷害は明らかなんですよ。傷害は負わせてるんだけれども、ただ死亡結果に帰籍させられるかってことですね。まあ、最初1問目から過失犯かよって感じだけどね。1問目から過失犯かよって話ですけど、まあ、過失であっても当然のごとく因果関係ある結果は帰籍させることできませんので、まあ、実際過失運転があったっていうことについては、まあ、問題ないと思います。まあ、要するに、構成要件の中の運転の部分ね、運転の部分は問題ないけれども、じゃあその結果として、死の結果にまでいけるかどうかということになってきます。すると、まあ、因果関係があるかどうかってことになるから、あとは問題になる点はここでしょ。要するに過失運転致死にとどまるのか、過失運転致傷まで行くのか、まあ、それを問題点として一般化すれば、この過失運転と死の結果に因果関係まで認め、死の結果まで因果関係認めていいかってことに行き着くわけですよね。そうすればさ、結局因果関係ってことだから、危険の現実化で検討していくっていう、まあ、大筋がまあ見えてればいいかなと。危険の現実化の検討していけばいい。ということになりますよね。はい。で、ここまでは大丈夫でしょうか。で、するとですね、問題の方をちょっと見ていきますが、で、ここで危険の現実化って、おそらく皆さんは具体的に、検討できる、人は多いんだけれども、ごめん、具体的に知ってるよって人は多いんだけど、きちっとやってほしいのは、この実行行為によっていかなる危険が現実化したかですね。ということだから、もともと危険の現実化って考え方は、危険が喪失されるわけですね。実行行為によって危険が喪失されて、その危険が現実化したかって検討でしょ。で、一番やってはいけないことは、抽象化して人が死ぬ危険っていう抽象化が一番まずいからね。わかる？例えば、これなんか予備の、論文でも、まあ、複数回出てるんだけど、例えばこれってね、前方不注意で歩行者 X を跳ねてしまった行為ということですよね。で、この跳ねてしまった行為というのは、当然人の死の結果ですかね。人の死の結果というものを招く危険性が高い、行為である。そしてその結果、人が死にました。だから因果関係があります、現実化しましたってやると、わかりますね、全部因果関係ありだからね。わかりますよね。
分かるね、人の死の結果っていうものに対して、因果関係を認めるっていうふうに抽象化するんではなくて、いかなるような、要するに死亡の仕方をするのか。例えば大阪難攻事件って覚えてます？実際に大阪難攻で洗面器かなんかで頭バーンって殴って、でバーンって殴って、それで海岸か港に放置してたら、近くの人がなんかボコボコにしちゃって、結局頭の怪我で死んじゃったってやつだけれども、あれなんかは危険の現実化認めてるのは死因が同じだからだからね。頭殴られて、それでその後にボコボコにされて、その結果死んだっていうのは結局死期が早められたに過ぎないと。結局問題となった障害の頭の頭部の挫傷があって、それが要するに危険が早まったとしても現実化したに過ぎないから認めたわけで、で、まあ、予備の担当とかだとね、仮に大阪難攻の問題でその通りかかった人がお腹をボコボコに蹴って内臓破裂した場合には因果関係ないんですよね。つまりその角材で頭をバンって殴るっていう行為、洗面器か角材か忘れたけど、頭をバンって殴る行為っていうのは結局頭部障害による死亡結果というのを引き起こしかねない危険な行為なわけですよね。でその結果、それが現実化したっていうことは、当然受傷箇所が違えば言えないわけだからということになる。そうするとこれなんかも、その危険というものが実際にいかなる危険が創出されたのかっていう検討は、していく必要があります。で本問は1問目だから1問目だからちょっと触れておくとですね、まあ、最終的に死んでるんですけれども、まあ、オツが、病院に運んでいれば確実に助かった場合だったということになりますから、まあ、少なくとも病院に運んでなければ何らかの形でその要するに死ぬ結果はあったということになります。とすると、まあ、危険の喪失としては、ごめんなさい、危険喪失としては、まあ、どういうふうになっているかというと、まあ、車で跳ねたことによる、まあ、衝突による、まあ、因果関係認めるかどうかのさじ加減もありますけどね、まあ、一つのまあ方向性を示すと、衝突によって、まあ、あれだよね、まあ、今回血が流れてますから、まあ、例えば出血死、あ、ごめんなさい、出血に起因する死亡だと、死亡の危険というものは当然発生していて、で現に確かに結果としては出血多量で死亡してるんですよね。とすると、実際のところこれ衝突によった、出血に起因する死亡の危険ですねというものが喪失されていて、現に出血多量で出血ダメだよね、出血多量で死亡という結果が発生しているから、まあ、確かに、実際にその喪失された危険と同じような、結果が発生している。じゃあこれが現実化したのかどうかっていう判断をしていけばいいんでしょ。要するに分かります？そもそも論としてさっきも言ったけれども、認定する前の危険の喪失された危険と、認定前にその喪失された危険と結果が違ってんだったら、そもそも現実化も減ったくれもないわけですよ。今回の問題のように危険の現実化が問題になるってことは、一応危険として喪失されたものと同じような結果が発生しているっていう状況になっているわけだよね。じゃあこれが現実化したものと言えるかっていうことになるから、あとはちょっと上に飛びますけど、危険が現実化言えるかっていうところは、これ介在事情の異常性で検討していればいいと。介在事情があったわけです。まあ、ちょっとここら辺復習になりますけれども、因果関係認めるときは正直なのは相関関係なわけだよね。その危険行為の危険性と因果関係、介在事情の異常性の相関関係で考えていって、どっちの方が寄与しているかって考える。だからこれ自体の危険性がまずあるわけですよね。この車の衝突という、ということで、この A が跳ねた行為ね。すみません。行の、まあ、言ってみれば甲の跳ねた行為の危険性というのと、あと介在事情の異常性で、これとの相関関係で、どっちがこの結果、出血多量で死亡したという結果に寄与したのかで、寄与がこっちの方が大きいと、こっちの寄与が大きいということは見えない、はい、こっちの方で寄与したといえれば、この危険が現実化したといえるわけですよね。で、介在事情の異常性が高く、まあ、危険性が低いということであれば、実際に跳ねた行為がこういうふうになっているけれども、介在事情が寄与していて、介在事情によって引き起こされたものだから、この危険が現実化とは言えない、よって因果関係が否定されるという流れを作っていけばいいわけですね。そうすると、はい、今回の介在事情は何でしたっけということですから、まあ、問題としては、まあ、ちゃんと書くんだったら、オツの一連の行為をちゃんと書いていけばいいです。オツの一連の行為があって、ガレージ放置ですよね。まあ、一応オツ
オツがガレージ連れ去りをして、そのまま、一晩中放置でね。放置したという、まあ、この介在行為があって、まあ、どちらの方がその死に、寄与したのかということを検討していけばいいということだね。ちょっと見えるかな。はい。するとあとはまあ、書くしか、書くだったらもう異常だよねって言っちゃえばいいんでしょう。こんなこと異常だよねっていう。そうすると結局介在事実の異常性が極めて高い。そしてもう一つ、これ危険性ですね。この車で跳ねた行為の危険性は丸木にしますけれども、危険性は一方で低いです。どうしてかというと、使える事情全部使ってみましょう。車の跳ねた行為がこの死の結果を招く危険性が低いのは、問題文の最後、この病院に運んでいれば確実に助かった場合であったってことは、結局のところ死に向かってカウントダウンが進んでいるというよりは、そのまま病院に運んでいれば大丈夫だったんでしょう。ということは、そこまでこの跳ねた行為っていうものは確かに危険は喪失されてます。多分病院に連れてがね、ずっと放置されれば死ぬっていう状態だから。だけど病院に連れてが助かるんだからね。ということであれば、この少しこっちの方に飛ばしますけれども、こっちに書きましょうか。そうするならば因果関係は、否定されるとしていけばいいと思います。とするとですね、ちょっとこっちに行っちゃいますね。行ったり来たりあれですけど、だから結局 この話だよね。危険の現実化ということになりますから、チェックシートで確認しておいてもらえればいいけれども、基本的には実行行為の危険性を認定すると。ごめんなさい、実行行為ですね。実行行為の危険性を認定して、あとは介在事情の異常性、ごめんなさい、介在事情ですね。の相関関係ということになりますから、本文においては実行行為の危険性が高くなくて、介在事情の異常性が高いと、いうことであれば、結局のところ、介在事情の寄与度が大きいと。こういう結論で持っていけばいいわけですよね。で、一応論文上の書き方としては、実行行為の危険が高くないという具体的な根拠はやっぱり書いておくべきで、実際血は流れていたものの、オツが X を病院に運んでいれば確実に助かっていたことから、この本件行為そのものですね、本件行為自体が死の危険を将来するだけの危険性がそう高いものとは言えず、一方で介在事情についてはまさかこんなことになるなんて普通はありえないわけですよね。ですから異常性は極めて高いという形にしてしまえば、したがって本件死傷結果のは介在事情たるオツの一連の行為によって挑発されたものであって、因果関係は否定されるという感じですね。オツが要するにはそれをやった方に寄与度が大きいわけですよね。だから実行行為の因果関係、つまりこの行の因果関係は否定していけばいいと、いうことになります。で、一つテクニック言いますと、介在事情の異常性については、どうせ何問か出てきますからね、これからね。だいたい異常性が低いって言いたいときは誘発概念使ってください。要するに実行行為によって誘発された行為がだった場合には異常性は低いとされますよね。有名どころとしては、判例復習してほしいのは高速道路侵入事件ね。要するに拉致られて、少女が忘れちゃったけど拉致られてボコボコにされていて、それから命からがら逃げ出そうとしたら高速道路に入っちゃって跳ねられちゃった。高速道路に入るなんて声普通はありえないんですよ。だけれどもそれっていうのは結局、ボコボコにされていて逃げるしかない極限状態によって誘発された行為だから異常とまでは言えないでしょう。だから介在事情は低いから、結局は因果関係認めるだよね。あとはこの辺判例をよく復習、あと夜間潜水事件なんかもそうですよね。夜間潜水事件っていうのもあれですね、指導者がどっかにスキューバ中にどっか逃げてっちゃった時に、スキューバ中逃げてった時に、確かにそれ空中で移動できないね、水中を移動しちゃって不適切な水中移動によって死んじゃった。普通そんなことやらないんですよ。もともと指導を受けてたわけでね、スキューバダイビングでいなくなっちゃったらとりあえず上に上がると、上に上がれって日頃から指示されてるんだけど、その日に限ってなんか変な行為しちゃったんだよね。そしたら、確か酸素がなくなって強行状態で死んじゃったなんていう判例だったら、それってのは結局その見失ってどっかに指導者がいなくなっちゃったことによって誘発された不適切な行為だから、その行為というのは確かに不適切だけれども、介在事情としては異常とは言えない。被告人の見失った本件行為で誘発されたものだよってことで因果関係認めるので、逆に言うとテクニックとして異常性が高いっていうことを言うときに誘発性がないって言ってしまうと結構説得力増すんですよ。わかります？つまりこれっていうのは全く無関係な行為だっていうことです。簡単に言うと
つまり公の行為があってそれに誘発されて何かが起こった行為ではなくて、この介在事情は全くもって無関係になされた異常な行為であるという書くだけで、介在事情の異常性が高いということは説得力を出しますので、ここはもう1問目ね、どうせ2問目も因果関係なんで、2問目は違うかな、何問目かに因果関係あるのでそこでもやりますが、因果関係を論じるにあたっては、この介在事情の異常性あたりを踏まえてあげれば、結論としてはここね、危険性が低く介在事情が異常である、というところから従って、死との因果関係は否定すればいいよね。因果関係なしということになりますから、ごめんなさい、危険運転致傷ですね。他の科目に比べて、書く量に、ちょっと書く大きさはちょっと変わってますけれども、危険運転致傷にとどまるということで、まず一つの回答は出せるだろうということですね。で、その上でもう一つ問題となる行為があって、跳ねた行為については、危険運転致傷罪は問えると思いますが、今度は逃げてるんですよね。でこの逃げている行為について、特に問題文でヒントがありますよね。死んでも構わないと思って、つまり密室的殺意を持って放置しています、ということであれば、跳ねた行為言うともうあるんだけれども、この逃走行為自体は別途検討するということになります。つまり、これについては簡単に言うと先行行為ですよね。先行行為があります。車で跳ねたという先行行為があるわけだから、何らかの救命するという作為義務があるはずなわけですよね。救命するという作為義務があるにもかかわらず、その作為義務を果たすことなく逃走した、そしてそこについては密室の殺意があるということは不作為の殺人検討しろということです。いいですね。跳ねた行為と見捨てた行為は別物ですよね。跳ねた時には殺意は何もないんだから、単なる過失行為なんです。でそこで故意行為が、故意を持って不作為しています。逃げたっていうことはね、立ち去ったってことになりますから、そうするとこれについては検討するのは、不作為による殺人で、最初は殺人罪って書いていくけれども、慣れてきたら数字にしちゃいますから、不作為199とかね、なんかそんな感じで書いていきますが、不作為による殺人が検討されるんだろうなということになります。問題文の前さばきとしては、殺意を持ってってことをここで認定しちゃっておくと分かりやすいと思います。つまり死んでも構わないという密室的殺意を持ちながら逃走したという行為に殺人罪が成立しないかと、いう形で書いておくと、なんか頭よく書けるかなと。であとはもう、じゃあ不作為の殺人なんだから、まずそうすると実行行為性から検討でしょ。いいよね、もうすべてすべからく実行行為結果因果関係ということになりますから、そうすると結局と立ち去った行為、放置して逃亡した行為というものに殺人の実行行為性があるかということになりますから、ごめんなさい、はてなですね、ということになりますから、あとは一般論としてすらすら書けるようにしなきゃいけない不作為、不審性不作為犯の要件ですね。考え方としてはあれだよね、いろんな考え方はありますので、ここは通説的な見解というかね、作為義務の発生と、そして、作為の、可能性、容易性、そして作為との同化知性で、これはちなみに1回目だから書いてますが、2回目以降は要件満たすよねでいいと思います。一般的にこんな感じですよね。不審性不作為犯ですね。不審性不作為犯ということになりますから、成立要件、格好が気持ち悪いね。不審性不作為犯の一般的成立要件としては、殺意、作為義務、作為の可能性、容易性、作為との同化知性ということになります。でそうすると、ここもなんか刑法をそこそこやってると、なんとなく書けるという感じですよね。人を跳ねたから作為義務がある、そしてそれをなんか救命する義務があって、それをすることは簡単でありとか、そんなこと書くんだけど、まずしっかり押さえてほしいのは、いかなる作為義務があったかの認定をしてください。いいですね。具体的に、いかなる作為義務があったかって認定しないと作為義務違反が問えませんので、一応作為義務については今回発生根拠としては、おそらくは先行行為ですよね。先行行為たるひき逃げ行為がありますので、端的に先行行為たるひき逃げ行為がなされていますから、一応先行行為がなされているかなと、いうことになってきますから、おそらくは条理上の作為義務を認めるかどうか、ということで、先行行為というのはもちろん車をはねた行為してるからね、ということになります。でじゃあそこで、問題としてはかなり難しいところ、ではあるんですが、
いいですかね。まあ、一つの回答筋として言っておくと、これオツとの関係でいうと、まあ、先行行為があるから条理上の作為義務ありそうだっていうふうに言ったけれども、あの深夜の繁華街なんですよね、これ、つまり事実上の引き受けとか排他的支配まであるかどうか、確かに車で跳ねたってことは、まあ、道路交通法上の作為義務としての救護義務があったりします、ですが、まあ、実際にあの本当はだったら通報義務があるんだよ、それはね。だけどおそらくはその、まあ、通報義務みたいなものはあるかもしれないけれども、まあ、積極的に、まあ、あれだよね、あの先行行為の作為義務を認める事案かっていうとちょっとオツとの関係で、まあ、なんかコントラストつけたいな、認めることは全然構わないです、公には結局のところ、この跳ねたことによって究明するという積極的な作為義務が生じてるんだっていうふうに検討することも全然できますし、一応オツもやっぱり不作違反の問題なんだよこれ。そうするとオツがやったことを考えると、あの車まで病院に連れて行こうと思い自宅のガレージまでオツを背負って帰ったってことだから、これ事実上の、あの事実上のなんかあれだよね、はい、あ、ごめんなさい、引き受けであったり排他的支配が見て取れるんで、まあ、オツの方に作為義務を積極的に認める、いう方向になりそうなので、まあ、あえて、ここで、まあ、答案テクニックみたいなのあんまり好きじゃないかもしれないけれども、作為義務があるかってことだけど、まあ、深夜の繁華街、まあ、深夜っていうのはちょっと強いあれかもしれないけど、逆に言うと繁華街で深夜ってどのぐらいの深夜なのか分かりませんが、人がたくさん歩いているところで車を跳ねちゃったと、まあ、いうことを考えると、まあ、事実上の引き受けや、まあ、排他的支配があるかどうかっていうところはちょっとあの検討の余地があるかなと思います。だからないという結論で言ってしまえば、ここで、作為あの先行行為にはあるんだけど作為義務は発生原因には至ってないと、まあ、いうことはできるのかなと思います。はい、まあ、私としては、まあ、これ認めちゃってもいいかなと思うけれども、まあ、認めないという方向性も一応ありますから、まあ、ここはあの結論として認めないという方向であれば、そもそも殺人の実行行為性が否定されますから、要するに車 で特に今回の場合、あの結果論ではあるんだけれども、病院に運べば助かるっていうレベルの、まあ、軽傷とまでは言えないけれども、あのもう要するに死へのカウントダウンが進んでいる状態じゃないということを考えると、これに殺人罪認める検討するのはちょっと厳しいかなっていうのはあります。ですので、まあ、殺人の実行行為性はまあ否定していくっていうのは一つの回答筋なのかなと思います。でその一方でオツの在籍の方に、行ってしまえば、だから公としては、まあ、過失運転致傷1本という形で、まあ、殺人の実行行為性は否定していくと、まあ、確かに跳ねてはいるけれどもというところですかね。で2番については、まあ、逆に言うとこの2番の方で、要するにさっき言ったオツの一連の行為ですね、まあ、ガレージに、あ、オツの、ごめんなさい、オツの在籍からいきましょうか、ちゃんと書くとね。そうすると2番ではオツの在籍の検討ということになりますから、そうするとオツのやったことというのは、まあ、まあガレージに連れ去り一晩放置させた行為についてですよね。ということはもうこれについてはもうシンプルに不審性不作為違反の検討をもう一回やればいいということになります。そうすると今回こっちの方の作為義務の方は非常に大きい、作為義務認めていいんだろうなって気がします。ちなみにあの先行行為の事実上の引き受け排他的支配に加えて、回答例にも書いてあるかもしれないけど、これ事務管理成立してますよね、おそらくは。いいですよね、これ法令上の要は近くにいた人を車で病院に運んでいって、それでなんとか病院に連れて行こうってことですから、病院に連れて行こうとした時点で事務管理が成立してますから、法令上の、まあ、要するに根拠も見て取れるわけです。とすればもう、もういくらでも言えますよね。そもそも事務管理っていう形で、まあ、法令上のだって事務管理って始めたら最後までやれってことでしょ、民法上の事務管理ね、民法上の事務管理があるから法令上の根拠に基づいた作為義務は存在しますよね、最後までやれってやつね、あのいわゆるね、もあるし、結局先行行為もやってますから、ごめんなさい、条理ね、条理上の作為義務、このあたりも認められるんだと思います。で、まあ、言ってみればさっき言った通り引き受けとか排他的支配もあるので、まあ、一つの考慮素よ、事実上の引き受けとか排他的支配なのでシャクティパッド事件なんかでね、まあ、考慮されていたところだけど、そういうのがあるんだから、まあ、作為義務はあると。ということはこの人は何をすべき義務があったのかって言ったら、究明する義務です、シンプルに言えば。
病院に連れて行って適切な医療措置を受けさせてこのものを、まあ、救命する義務というと結果論になっちゃうから、要するにそのものに対して、適切な治療を受けさせる義務があったんだということです。でこれがその作為があってそのこと自体は非常に簡単ですよね。病院に連れてきゃいいだけということですから、丸2の、まあ、可能性容易性このあたりについても問題ない。そして、同価値性この辺ちょっとざっくり書いちゃいますが、同価値性についてもまあ問題ないのかなって気はしますよね、問題ないよなって気はしています。だってこれはさすがに構成要件的に同価値でしょ。だって病人になっていてそのままほっといたら死んじゃう可能性のある人をガレージで一晩ポンって捨ててんだよ。でただそれ捨ててるというか立ち去るっていう行為自体は、実際に、作為によって人を殺害すること、と同じように構成要件として評価して構わないだろうということになるので、まあ、一般的な、形になるとこのガレージに連れ去って一晩放置させた行為というものが、まあ、199の実行行為性はある、実行行為性がある。であとは結果と因果関係ですよね、ここは忘れないでね。よく、まあ、事前検討をしてもらうと結構こういうの気づくんですよね。なので、まあ、次回から問題指定して、答案構成してねってやるので、刑法なんか特にこれ検討漏れてたって結構出てきますから、これで終わらせる答案が結構多い、つまりなんか一仕事した感じなんだよねこれやるとね、死んだのと同様である、よって、不作為による殺人が成立する しないよね。結果と因果関係でそれでこれによってこれで死の結果が発生して因果関係だから何をすべきか、不作為による因果関係なんだから十中八九事件、合理的疑いを超えて確実な程度に究明が可能であったかどうかを検討することで最後認めればいい。とするとこれが生きてくんでしょ。ああごめんね、こいつが生きてくんでしょ。こいつが十中八九事件の肝になってるわけだよね。つまりオツが病院に運んでいれば確実に助かったということは、要するに適切な措置をしていたのであれば十中八九、十中八九というのはあれだよ、合理的疑いを超えて確実にという意味ね。合理的疑いを超えて確実に、究明可能であったから因果関係も認められ、それで結果的に認めちゃえばいいと。まあ書かなくてもいいですけど、違法性阻却事由も阻却金阻却事由もないだろうからね。もう構成要件該当性の認定をしっかりすればあとは OK ということで、あとは、まあ、結果と、まあちょっとね、因果関係も OK ということになります。因果関係については、まあ、これは判例だけ書いておきますが、まあ、十中八九事件を使ってくださいというだけの話です。十中八九事件を使っていただいて因果関係を認めちゃうと、いうことですね。ということは従って、このものについては、不作為の殺人罪と199が成立すると、まあ、いうことになります。ということで、まあ、結論としては、まあ、最終的にだから罪数今回出てこないかな、基本的には、1罪1罪ということになりますから、3の結論としては、まあ、項については、まあ、法5条の、まあ、危険運転致傷が成立する。でオツについては199条、まあ、一応不作為かな、不作為による199が成立するという結論を導いていただければ、まあ、OK かなというところになります。はい、ということで、まあ、1問目がとりあえずね、不作為違反の問題ではありましたが、まあ、一応因果関係、については、ちょっと簡単な問題ではあるんですけれども、ちょっと順番変えて第4問、の方を優先的に行います。まあ、大体実行行為性の問題というのは不作為違反が中心ですので、せっかく因果関係出てきてましたから、まあ、どうやって解いていくのかということだけ、簡単な問題使って、確認しておきます。4番はこれ司法試験の問題なんだけど、まだ平成4年当時はね、判例が危険の現実化って取ってなかったんですよ。危険の現実化取ってなかったんで、相当因果関係説などの、まあ、学説が多岐にわたるところだったんで、これで、もう2ページ3ページかけたんですが、もう今はこれサクッとかけますよね。甲が A を殺そうとして日本刀で切りつけたところ、 A は身をかわしたため通常であれば2週間で治る程度の損傷を負うことになったが、血友病であったため出血が止まらず、死亡するにあたった。甲は A が血友病であることを知らなかった。甲の在籍について論ぜよということですから、まあ、ざっくり、いきましょう。まず、まあ、殺人罪の成否でしょう、これはね。切りつけた行為、ですね、日本刀で、そうですね、まあ、甲の在籍しか聞かれませんから、まあ、行為だけ特定しましょう。A を、まあ、殺意を持ってっていうのはどこで書いてもいいですか、ここで書いちゃえば、殺意を持って、日本刀で、切りつけた行為が問題になります。ということは、まあ、実際に殺意を持って日本刀で切りつけた行為については、まあ、死の結果が高い行為だから199条の実行行為性はある
でこれも答案構成だからこのぐらいしか書かないけれども、きちっと実行行為の定義も当てはめてね、つまり日本刀で切りつけた、まあ、慣れてきたらそこをどう絞って削っていくかもあるけど、基本としてはちゃんと日本刀で切りつけた行為は人の死の結果を発生させる現実的危険性を含む行為であるから199条の実行行為に当たるってことね。いいね、ただ単にこれだとね、特に窃盗とかならすぐ分かるんだよね。窃盗とかなわけで殺人とか傷害になると、まあ、特に殺人なんかだと死の結果を将来する現実的危険性を含むんだってことねをちゃんと言っていきましょう。これ仮にですよ、カッターナイフとかだったらね話変わってくるでしょ、まあ、カッターナイフは人死ぬかもしれない、死ぬけどね、切るところによっては、だけれどもまあ、こういうことは一言触れておく で実際にじゃあこの結果因果実行行為性があって、であとは結果は発生してるんだからもう因果関係の問題、まあ、実行行為性あり結果も結局死んでるっていうことは発生してますから、あとはそれに対する因果関係があるかということで危険の現実仮説に立っていくんですが、でここで意外と皆さんが忘れてそうなところ、危険の現実仮説に立った場合どこまでの事情を取り込むかという話だよね。今回の場合にはこれよくパッと見たときに間違いやすい人が介在事情と考えることはないからね。よくこれを血友病であったことはこの介在事情の異常性で検討する人いるんだけれども、介在事情の異常性っていうのは被害者自身が変なことをやったり変なことをやったりね、もしくは第三者が何か変なことをやってきたりって話で、その要するに実行行為が終わった後に事後的に発生したものが介在事情ね。だから血友病であったことがこれは異常であるとかっていうことは絶対やっちゃダメです。これはそもそも実行行為が行われた時に存在していた事情なわけですよね。とすれば、このように血友病があったっていう検討をするときには、はい、ちょっとごめんなさい、チェックシートの使っちゃいますけど、皆さんのインプット教材で大丈夫です。まあ、3ページのところで一応ね、危険を現実化したかで因果関係判断するっていうことだけれども、これだよね。行為時に存在した事情を客観、基礎に客観的に判断されます。ということになりますから、本文にはごめん刑法総論の方ですね、刑法総論の方の、チェックシート3ページになりますが、そうすると、まあ、行為時に存在していた事情を基礎に客観的に判断されるということは、要はこの問題ではいいかな、この因果関係を判断するときには血友病である A を切りつけた行為の危険性を判断するんです。一般人の危険性では全くないわけですね。一般人の危険性ではなくて、血友病の、患っている A を切りつけた行為ということになるから、そこの基礎事情の取り込みを間違えないようにしてください。つまり基礎事情としては、いいね、客観的全事情を取りますから、行為時の客観的全事情を捉えていくことになりますから、血友病である A を切りつけるめっちゃ危ない行為だよねってところに入ればいいんです。で、介在事情はありません。これはいいよね、つまり行為時の客観的全事情を取るわけでしょ。だから主観面がどうだったかって関係なくて、切りつけた行為に客観的に存在していた事情を判断規定に取るから、今回行われた行為というのは血友病である A を切りつけた。で、この結果結局何が起こったかっていうと A 死の危険でしょ、A 失血死の危険、また失血死ですね、 A が失血死するという危険が創出された。そして現実に A が失血死しているわけです。いいよね。ということはこれが現実化したかどうかって、現実化したら決まってんじゃんっていうね、非常に危険性の高い、まあ、丸木にしますけど、危険性の極めて高い行為であると、言わざるを得ないですよね。でその結果介在事情が何かあったかって言ったら、出血が止まらずそのまま死んじゃってますから、何らの介在事情もなくその危険が現実化して死んでしまったということですよね。とすると結局これについては、はい、介在事情はありませんので、これは現実化したと評価することができるということになるんですよね。まあ、言ってみればこの因果関係の検討についてはこれで OK と、まあ、いうことですね。因果関係は問題なく認められるということになりますから、そうすると、まあ、構成要件該当性が認められるということになりますので、したがってもう端的に、項には199殺人罪成立と
まあ、殺意持ってますからね、まあ、殺意の認定一応最初にしておけば、この辺は大丈夫かなと思います。まあ、危険の現実化って結構ね苦手にする人がいて、あのか結構ねかけた感じになるんだよね。とりあえずね、なんか危ないことやって死んでるから、これ因果関係あんかなつって、で中に入ってるものがなんか変な特殊な事情があったときに、じゃあその特殊事情があったときにどうするかみたいなことを、まあ、あの検討していくと何かが欠けるっていう感じになるんですが、まあ、あのここでまあ押さえといてほしいのは、まあ、大体のことはね、つかめると思うんで、その危険が具体的にいかなる危険か、だからこの場合死ではなくて失血死なんです。失血する危険なんです。でなるべく抽象化して人が死ぬっていうよりはきちんと失血するというふうに書いて、それが実際にそれと同じものがまず生じているってことが大前提なわけですよね。いいですね。だから失血死の危険が生じているのに溺死してたら意味はないわけですよ。だからそれと同じ結果が生じていて、その結果が生じているのがこの喪失された危険が現実化したものかという、考え方になる。でそうすると、これの危険性だけで介在事情が入ったときにその介在事情の異常性があれば、これはこっちで死んだんじゃなくて介在事情で死んだんだって評価できるっていう、で因果関係を否定するって考えていけばいいというわけでね。でその時、まあ、繰り返しながら介在事情の異常性って出てきたときには、とりあえず誘発されてるか全く無関係かっていうところは結構使えます。あの判例の、まあ、大きな潮流としてありますよね、有名判例だとね。なので、まあ、判例しっかり理解していくっていう意味ではね、そのあたりのところも押さえてください。今回は介在事情ありませんということですね。じゃあちょっと、因果関係せっかくだから1問、やってしまいましたが、あの基礎事情の取り込みと介在事情の混同をしないようにっていうのが4番の出題趣旨です。本当にまあある程度勉強進んでるといいんですけど、例えば、ね、大学の学部とかの中間試験とか、ね、期末試験とかでこれやるといきなり介在事情の異常性っていうところでこれを検討しちゃうっていうケースは、まあ、言われてみれば、まあ、しちゃう気持ちもわからなくはないんだけども、少なくとも行為後に介在する必要があるので、例えば血友病だったというのは単なる被害者側の事情に過ぎないということになります。はい、じゃあそれでは、次の2番、まあ、ちょっと骨のある問題やりましょうかね。平成22年度の休止ということになります。まあ、問題見たときにね、複数人出てきて甲乙丙の3名ということになります。じゃあ早速ですけれども、まあ、今日は一緒に読んでいくっていう問題になりますので、一緒に読んでいくってことになりますので一緒にまあ見ていきましょう。まず甲がいます。甲は、かつて働いていた A 社に忍び込んで金銀を盗もうと考え、これだからまあ赤で書いてますけど、まあ、主観面ですよね。住居侵入窃盗のなんか行為があって、でそして親友である A の従業員オツに、この計画を打ち明けて、オツのその援助を依頼した。オツはその依頼を受けて甲のために協力したいと思い、まあ、甲のために協力したいと思い、まあ、これオツだね。まあ、なんとなくこれ読みながら慣れてくるとこれ一般的に抽象化できます。実際にまあこれは住居侵入窃盗の意思行為がこう思ってたことで、オツはこれ協力したいというか幇助意思がある、幇助の行為があるみたいな、そんな形でね。で甲に、社員が退社した後に通用口の鍵を置けておくよと伝えたところ、甲は助かるよとオツに礼を言った、ということですね。まあ、一応助かるよって言ったけれども、まあ、幇助は別に片面的幇助もあるので、まあ実はこの知ってたことはいらないけど、まあ、一応礼を言ったんで、まあ、一応幇助の認識はあると。でオツは、甲からあらかじめ告げられていた犯行の当日、オツ以外の A 社社員が退社した後、甲に伝えられていた通り同所通用口の、施錠を外して帰宅した。まあ、オツはやることやったんですね。オツは幇助行為を行いました。でオツはバールを持って A 社の前まで来たが、いいですかね、A 社の中に人がいるような気配がしたので急遽計画を変更して A 社の隣にある B 社に忍び込むことにした。まあ、なんとなく問題になりそうなところですかね、錯誤ですかね、具体的事実の錯誤が生じている。そこで甲は A 社に行き、たまたま空いていた B 社の玄関ドアから誰もいない建物内に入った。甲はその事務室に入り込み、バールで金庫をこじ開け、その中から現金を盗み、さらに金がないかと物色している。まあ、この時点は既遂ですね、窃盗既遂。物色していたところ、まあ、慣れてきたらなんかこの辺では窃盗だねとかね、こんな感じで数字書いておくのもありかな、窃盗だねとかね、まあ、住居侵入窃盗だなみたいな感じで、まあ、慣れてきたらこういうね130と235が成立したなみたいな感じで、ね、書いておくといいと思います。でさらに金のものがないかと物色していたところ、机の上に積まれていた書類の束に甲の手が触れたため、その書類の束が B 社の従業員兵が退社のために消し忘れていたストーブの上に落ちた、ということですので、まあ兵、まあ、一応乙兵で3人目出てきたね。
ストーブの上に落ち、これにストーブの火が燃え移った。で、甲としては実行犯ですね。甲としてはその書類の束から小さな炎が上がって、さらにストーブの上から、燃え落ちた火が床にも燃え移りそうになっているのを見て、今なら近くにあった消火器で容易に消せるが、ごめんなさいね。このまま放置すればその火が建物全体に燃え張るだろうと思いながらもですね、思いながらも、自分の盗みが発覚するのではないかと思ってその場から立ち去った。これはこうですね。でここまで大丈夫ですかね。まあ、大体、コートオツに関する実行行為についてはこのあたりということになります。まあ、読んでいって、コーから検討するというのは分かりますよね。コーについて何が成立するのか、でそれについて正犯が成立したら初めて、オツに検討していくということですね。まあ、正犯というか、コーに対していわゆる実行行為性と違法性が認められれば、いいですね。実行行為性と違法性が認められれば、オツに対して在籍を取っていくということになりますよね。少なくともだから実行行為すらない場合にオツ検討する必要ないでしょう。だって実行行為がなければ共犯成立しないからね。ですのでまずは甲の実行行為性を検討してからオツの関与度合いを見ると。でその後兵が出てきます。全く無関係なんですこれ兵ね。その後帰宅途中からあった兵は石油ストーブを忘れ出したことを思い出し、B 社に戻り事務室に入ろうとしたところ、事務室の床が燃えているのを発見した。この時点でもまだ、容易にその火を消すことができる状況にあったことから兵はその火をそのまま放置すれば建物全体が燃えてしまうと思いつつ、今ならまだ近、これはね、建物全体がそのまま放置すれば燃えてしまうと思いつつ、今ならまだ近くにあった、消火器で十分消せると考えた。しかし、兵はですね、消せると考えたんですよ。今ならまだ間に合うって思ったんだけれども、しかし兵としてはこれは燃えてるのは俺のせいだと思って不始末が発覚するのを恐れてそのまま立ち去った。その結果全焼した、とんでもない事件という感じですね。兵の在籍は結構難しいですよね。兵の在籍については結構難しいところはあるのかなと思いますが、検討してほしいことっていうのをまず罪名外さないことですね。甲の在籍については住居侵入窃盗、にはなるだろうと、住居侵入窃盗がまずあるだろうということと、あともう一つ、火を、実際にあれですね、ここですよね、これ石油ストーブの上に持ちて火が燃え移ってしまってその結果全焼しちゃってるってことになってて、しかもこれ、問題見る限り、放置すれば燃え上がるだろうと思いながらも、そのまま立ち去っているということになりますから、現住建造物放火、というあたりですかね。非現住建造物放火の不作違反が成立する可能性あるね。意図的に火つけたわけじゃないから、ガチャンと落っことしちゃったものを見てこれ消せるのに消さないで帰ってるから、非現住建造物放火罪の、不作違反、不審性不作違反が成立するかなぐらいのところをまず公は検討していくということになります。行為の指摘についてはね、1問目でやったところですので、少し問題としては1問目としては甲の在籍になってきます。甲の在籍についてはまず問題なく130条235条、この辺りは住居侵入窃盗は、認定できると思います。一応ちゃんとやってほしいのは住居に侵入したからではなくて正当な理由がないことを認定してください。130条は正当な理由がなく、住居に侵入したことってなりますから、正当な理由がなく侵入してますよってことを認定した上で130条成立認めて、で235条についても摂取してますよね。具体的には何をしているか、バールで金庫をこじ開け現金を盗んだと、摂取してますよね。であとは130条についても実行行為性に当たるところだといくと、正当な理由なく侵入ですよね。本当にこれ細かいこと言うとね、侵入とは何かなんて話するんでしょうね。あんまりいらないよね。明らかなものではなくてです。要するに管理権者の意思に反する立ち入りだってことを書いてもいいけど、書くか書かないかはそこはメリハリですよね。今回明らかに問題になるものっていうのは窃盗の、要するに甲に対しては窃盗の先が違うことですよね。窃盗の先が違うことと、あとはその後の放火行為を認めるか、放火っていうのに在籍認めるかってことがメインだから、問題とならないところについてはさっき最初に書いたみたいに、事実評価型でポコポコポコと、だから他人のこれ例えばこれだったら、バールで、金庫をこじ開け現金を、摂取したものであるとかね、他人の財物たる摂取とか書けばいいんでしょ。
他人の財物、他人の財物たる現金を摂取したものであるから235条になるよとかね、正当な理由なく、B 社建、 B 社倉庫という建造物に侵入したとかね、まあ、そんな感じで書いていけば、まあ、認定はできると思います。でするとですね、まあ、これで OK かなってとこですが、一応あれだよね、具体的事実の錯誤は論じましょうということでね。A 社の部屋に入るつもりが B 社に入っちゃってます、ということですかね。で、ただあ、ごめんなさい、これ具体的事実錯誤、これは今回生じてるかっていうことなんだけれども、まあ、実際のところこれ具体的事実錯誤の問題、さっき私言ったけど、これ生じてるかどうかってどうですかねっていうことです。あの実際にこれ最初に読んだときに、あの勘違いしちゃう人もいるかもしれないんだけれども、これ A 社のところで B 社なんだけれども、これ錯誤は生じてないよね。だって A 社は辞めて B 社にあえて入ってますよね。つまり A 社だと思って入ったら B 社だったら錯誤です。ですので、ちょっとすみませんね、ここ戻りますけれども、まあ、さっきだからこれ錯誤が問題点になるよって言ったけど、ならないです。すみませんでした、ここね、自分でやってるんですよ。いいですね、自分でやっているっていうことになりますから、ということはまあね、A 社の中に人がいる気配がしたから急遽変更して、A 社の隣に B 社に忍び込むとしてますから、ここには錯誤なしですよね。すいません、ちょっとここは訂正いたします。具体的事実を錯誤のように見えるけれども、 A は B 社と認識してます、ということは A 社の予定を変えただけです。予定変更しただけです。ですから B 社に侵入して窃盗するという行為は普通にありますから、実際に具体的錯誤はありません。ですので問題なく成立するということでいいと思います。はい。であとはまあ復習するときにね、まあ、答案構成自分でパーッと書けるっていうのがね、あの勝負になります。まあね、合格答案作成講座も4科目目になるので、ある程度今言っておくと、民事系と比べると刑事系はとにかくもうあの筆力っていうんですかね、いかに答案構成早く書いてもう書き切るかです。だって体力勝負みたいなところあるからね、要件認定していきながら問題になる点論じていってってなるので、できる限り答案構成の段階で書くべきことを整理していって、だから復習する際にも答案構成見直すよりは書き直した方がいい。あの他の民事系科目だったら答案構成見て理解できればもう一回再現できるだけど、答案構成自体を再現するっていうのは結構重要かな。民事だとなんかどっちかっていうとさ、こういう流れになるよねっていうのを納得して、それでまあそれの、同じような問題の時の再現性を上げていくっていう感じでね、いいのかなと思う。刑法の場合にはできるだけ早く的確に、必要なものを答案構成としてバーッと上げちゃって、それに基づいていかに早く書くかっていうのがやっぱりどうして求められちゃうんですよね。なので、やっぱり民事訴訟法をでも今言ったけれども、とにかく空中戦にならないようにね。だから仮にね、あのなんか一般的にあるじゃないですか、あの不審性不作違反のさっき論述するときに、あの作為の同化性とかいろいろ要件あるじゃん。あれなんかこれはこういう不審性不作違反、不作違反とはこういうふうなものであって、こういう趣旨である、したがってこういうときに成立を認めるべきであるなんて書いていくと間に合わないからね。あのもし書けるんだったら書いた方がいいけど、まず大前提としてもう不審性不作違反が成立する要件はこれとこれとこういうときに成立すると書かれる、本文ではっていうふうに言っちゃった方が、おそらくはあの予備試験だったら特にいい。でこれはね、ロースクール入試になってくるとちょっとあの変わってくることケースはあるんだけど、そういうあの理由もちゃんと書いてねみたいな問題出ることもあるから言えるけど、予備試験の今までの事例形式の問題だともうあの書ききれないっていうことが多いですから、あの要するに規範を、まあ、当然書いた方がいいんだけど、規範に時間をかけるぐらいだったら、事実を抽出してできるだけたくさんちゃんと評価して書いていく。で問題となるところはちゃんと書くっていうね、問題になるとちゃんと書くというところです。すると今回ここについては、13235は問題ないかなってところなんですが、次に、現住建造物法からの検討、あの行為については、まあ、建物に火が燃え移ることを認識しつつも立ち去った行為でしょうね。火がついていることに気づき、建物全体に燃え広がることについての認識をしたまま、本件建物を立ち去った行為について不審性不作違反たる、あ、不審性不作違反での、非現住建造物だね、これね、非現住建造物放火が成立するかっていう問題になります。だから不作為による109条1項の成立ということになると。でこれについてはさっきと同じですから作為義務
作為義務については、はい、先行行為があります。あ、もう先行行為としては火を落としちゃったんでしょ、実際に、なんだっけ、火が発火させちゃったっていうね、先行行為がありますので、これは消火義務としては非常に強くあるだろうと、いうことになります。まあ、言ってみればこれもちゃんと書くのであれば、あの排他的支配関係はあるよね。あの要するに、あの殺人罪のシャクティパッド事件みたいに引き受けたとは言わないけど、消火できるのこいつしかいないんでしょう。ということはその現場に対する排他的支配を呼んでるよね。ということですから、まあ消火できるのがこうのみということになりますから、まあ一般的にはさっき言った引き受けに近いものがあるんだよね。引き受けとか排他的、排他性、まあ、排他的支配かな、ちゃんと書くと、まあ、みたいなものはなんとなくあるので、作為義務はこれ認めるしかないよねという気がします。まあ、先行行為としての、あの落っことしちゃったことということで、そうすると具体的な作為として何をすべきか、消火活動の義務が生じたってことですよね。で、消火活動をすることは、はい、簡単だったか、まあ、可能性、容易性という形になりますけど、はい、可能性、容易性の観点ですが、確か、私も、問題文の記憶によれば2段落目の下から3行目、近くにあった消火器でって言ってますから、消火器あるんだよね。ということで、まあ、この事実でね、これね、近くにあった消火器で容易に消せんぜっていうふうに思いながら立ち去ってますから、もう全く問題なくあると。はい、で、同化知性、いやこれ火つけたのと同じでしょ、自分の過失行為なんだから、自分の過失行為で、自分の過失行為で火をつけ、あのやってるっていうことになります。で、これは故意にかけ、あの一応これは故意犯問えますよね、実際に認識してますから。というで、あとは一応、不作為の実行行為とか、あとは結果因果関係、まあ、この辺慣れてきたら私もこれ答案構成書かないからね、一応最初の1回目はなるべく思考過程を示すっていうことになりますから、結果因果関係は問題ないということになります。で、あとは密室的行為もありますから、故意犯としての殺人、あ、殺人じゃないや、故意犯としての不作為による非現住建造物放火がいけるということですね。まあ、実際、密室的行為については、どこまで書くか、どこにあるかというと、2段落目の下から2、3行目にありますよね。このまま放置すれば建物に燃え張る、広がるだろうと思いながら、そのまま立ち去っている、まあ、広がることについての認識、任用は、書けるところはないわけです。で、そうすると、あの違法性阻却事由がないものだ、違法性阻却事由とか責任阻却事由が特になさそうなものを検討するときに、一応慣れてないではチェックしてほしいのは、構成要件、結果、因果関係、故意、これを書けば故意犯の成立は認められますから。で、仮にそれどれかが抜けてる と、あの答案見てる側からするとあれって思う。例えばこれでこれ抜かしちゃったら、これ失火じゃねえかって話になるんで、ね、これがもう密室的行為を書かなかった場合、要するに、あの作為義務があって、同化知性があって、でこれがなんか放火の実行行為にあたって、その結果燃えちゃってるよと、要するに独立燃焼に至ってるから、そうするとこれによって 不作為による非現住物建造物放火が成立するってなってるんだけど、あの放火罪って故意犯だから、故意をどっかで触れなきゃいけない。なので、もし書き忘れたなと思ったら、こういう下に、密室的行為に書けるところはないとか、もしくは最初にこの部分でね、あの行為を対応するところで、火が燃え移ることについての認識人を持ちながらとかね、要するに建物が燃焼、あ、焼損か、建物が焼損することについての密室的行為を持ちながら、こういうことをした行為っていうふうに言ってしまえばいい。そうすれば、まあ故意犯の問題だっていけるから、故意忘れないようにしてください。はい、じゃあそれではですね、これで項が終わったら、今度は乙に対して、検討していくということになります。要するに正犯者から、共犯者という流れですよね、正犯者から共犯者という流れになります。ということは、乙は結局何が考えられるかというと、まあ、乙ね、項に対する130235の法条が成立するかということですね。で、これについてもしっかり法条の故意を最初に書いちゃいましょう。忘れるまでもなくね、まあ、どこで書いてもいいけれども、あの故意を書かないって結構目立つんだよね、あの刑法の問題って。あの特に、まあ、今これあの一応喋ってるから話聞いてると結構印象に残ると思うんだけど、結構答案構成例とかで勉強してる人は結構故意とかさらっと書いてあるでしょ。
だからそうすると書かなくていいんだっていう勘違いしてる人があれは絶対書かなきゃダメだから、もうこの場合だったら幇助犯だって故意犯なわけだから、公の、住居侵入窃盗を幇助する意図を持ってこういうことを行ったっていうことについて幇助が成立するか、というふうに考えていくことになる。ということは幇助の実行行為としては何があるかということですが、なんだっけ、A 社通用口の、鍵開けですね、これが幇助行為になるかですよね。幇助行為になるかっていうことですね。もうなんとなく慣れてくると相場感でこれは無罪だなって感じではあるけどね。一応まあ A 社の通用口を開けたことが幇助になるかどうかは、幇助って何かっていう定義示せばいいよね、簡単にね。幇助というのは正犯の実行行為を容易たらしめる一切の行為です。いやね、正犯の実行行為もしくは、あ、これ正犯による結果発生か。正犯による結果発生を容易たらしめる一切の行為ってことになりますから、まあ、物理的幇助、心理的幇助両面から検討すればいいわけですよね。物理的幇助、心理的幇助両面から検討していけばいい。つまりこれが正犯、これこうですよね。まあまあ、落書きっぽく書きましたけれども、まあ、正犯による結果発生を容易にさせたかどうかで、まあ、ちゃんと論じるんであればこれだから多分共犯の処罰トングとか論じるんでしょ、書く人は。なんで共犯が論じられるのかって言ったら、結局あの因果的共犯論とかジャッキ説と呼ばれるやつで、実際にあの構成要件的結果発生に対して間接的に、それに寄与したものについてはやっぱり処罰すべきだ、だから幇助行為というのは、この正犯によって結果発生、すなわち、住居侵入窃盗の結果発生がなされることを容易たらしめる一切の行為を指すと解するみたいに書くんだろうけど、まあ、理由付けは、まあ、書いてもいいけどこのボリュームになっちゃうとこれをもう結論持ってっちゃっていいのかな。でそうすると結果発生を容易たらしめる行為であるところとかね、まあ、あのまあ、なるべくあの答案書くときのコツでもね、刑法はできるだけ紹介したんだけど、あの使いやすいのは定義示して何とかであるところ何とかであるのでが一番簡単。あのこの点これこれはこれこれと解する、本文ではっていう書くとすごく長くなるし、あのなんかそこがメインでもないときはあれになっちゃうから、例えばこうだったら幇助行為の定義かけて当てはめるんだったら、幇助行為とは、正犯による構成要的結果発生を容易たらしめる一切の行為を言うところ、本件これこれ行為は、これ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 で結果発生を容易したためはこれに当たるって十分でしょ。いいよね。まあ、今回の場合だったら、容易やらたらしめるところ、物理的に、促進したという関係もなく、B に対してあれだよね、B に対して、あれだよね、あの心理的に促進したという関係も認められないでしょって言っちゃうよね。だって C は別にこれ促進してないですよね、別のとこ入っちゃってるから、別のとこ入っちゃってるから、そうすると、まあ、物理的促進ですよね、まあ、一般的に物理的幇助って呼ばれるものこれはないだろうし、心理促進もないということになるから、まあ幇助行為には当たらんと、まあ、いう形に言ってしまえばいいと思います。個人的にこれ心理的幇助っていうのはどういう場面で使うかっていうのだけは間違えないようにしてほしいのは、あのこれ要するにあの一見すると心が助かるよって言ってるけど、あの確か一段落目そうだよね、助かるよって言ってるけど結果的にそこじゃないところに行ってますからいいよね。要するに A 社に侵入することはもう諦めてるからこの人だから、これは B 社に侵入することに対して心理的幇助は全くないでしょ。いいよね。あのこれね、この22年の問題はそういうなんか言いがかりみたいなトラップがあるんだよ。これ助かるよって言ってるから心理的になんか促進されてるように見えるけど、 A 社に入ることについてはまあ助かるよで促進してるけど、もう気持ち切り替えてこいつ B 社に行ってんですよ。だ B 社に行くことに対して何らの、心理的促進も与えてないですからね。だいたいこの心理的幇助って場合はだいたいなんかよくある教室説明だと、拳銃を渡して、実際にその拳銃を渡して凶器をもらったんだけれども、実際にその拳銃使うことなく毒殺したって場合、その時なんかは心理的幇助あるのよ。もう最悪銃使えば殺せるって思って毒殺に至ってるから、そういうふうにまあ実際にその、ような場合ですよね。最悪こっちを使えばいいやみたいな時には心理的幇助あるけど、今回は、まあ要するにB 社に対する住居侵入窃盗に対する、まあ、心理的な寄与はないだろうと、B 社に対する130ね、130.235、
つまり住居侵入窃盗に対する、まあ、ものはないかなと考えていいと思います。ということで、まあ、結論としては、公に犯罪は成立しない、在籍なしで最後オツですね、これで、まあ、今日1回目だからね、やっていきますが、まあ、そもそも幇助してないって言ってしまえばいいということですよね。で、最後に、この人がやっぱり同じで不作為ですよね。失礼しました。不作為による、拳銃建造物放火と、いうことになります、ということになりますので、まあ、同罪、まあ、あとはこれあのやるだけ同じことやるだけです。同じことやるだけです、まあ、作為義務と、作為の同化知性、それからあれかな、作為の同化知性、そして最後に、ごめんなさい、作為の容易性可能性と最後に作為との同化知性って3つ書けばいい。で今回一応まあ書かなくてもいいけれども、作為義務、まあ、これ同じだからこう書いちゃうけど、作為義務の発生根拠についてはちょっとまあきちんと書いときましょう。従業員であること、これは認定は忘れないようにしてください、まあ、実際にこの人っていうのはもともとあれでしょ、あの先行行為、あだから そもそもこれって先行行為っていうのは、まあ、なかなか難しいんですよね。何をやったかって言ったら、なんだっけ、何か置き忘れただけだよね、あ違うか、ごめん消し忘れたんだ、ストーブ、ごめん、ストーブ消し忘れがありますね、ですから十分な先行行為はあるか、ごめんなさい、ストーブ消し忘れという先行行為があり、あとは、まあ、兵は B 社従業員なんですよね。まあ、従業員であれば、その会社の建物に対して何かそういう危害とか危険が生じた場合にはそれを回避するような、まあ、一般的な義務はあるだろうねと、いうことで、ただ一般的な一般的な例えば通りすがりの人とは違うよねってことは言えるよね。通りすがりの人ではなくて従業員っていう形で、まあ、実際に弊社と密接な関係にあるものがその弊社従業員のビル内でしょ、しかも、まあ、ビルか倉庫だっけ、 ビルだね、B 社ビル内で起こったことなんだから、自らの過失行為、という先行行為もあるし、 B 社従業員で後者ビル内での事件ということになれば、それに対する、まあ、排他的支配に近いものはあるよね、まあ、従業員しかまあ普通常使わないからね、オフィスビルだからね、となればそこについて先行行為認めて、でそうすると結局何をする義務があるかって言ったら、この焼損を止める義務があると、焼損を止める義務があるということになります。で、容易性可能性は十分あるし、同化性もあるから実行行為性ありって言いたいところですよね。であとは実行行為性あり、結果因果関係、そして密的行為をすべて認定してしまえばいいわけです。あとは同じです。あとは点々点って形になります。問題文の事情をちゃんと捉えておかなきゃいけないのは、まあ、因果関係としては今ならまだ近くにあると思ってるんだけれども、不始末が発覚するのを恐れて立ち去ったっていうところから、密的行為があるだろうと、まあ、いうことになります。でただ気づいた人いるかな、これ問題で、この人発見した時すでに既遂じゃないですか、放火の復讐だけど、確かもう床燃えてないですか、確かそうだよね、3段落目の2行目を見ていただけると、あれこれってもうすでに既遂になってるんだから実行行為性ないんじゃないか、要するに結果発生っていうのが結局既遂っていうのは結果発生で既遂でしょ、これ結果発生した後に気づいてんじゃねえかっていう問題が1点あるんです、まあ、簡単に言うと死んでる人に対して殺人罪できないのと同じで、これもうすでに放火してる人に対して放火してる建物に放火できるかって問題が実はある、放火済んでんですよ。ということで、まあ、ちょっと加点自由かちょっと難しいけれども、ただこの辺放火については意識しておくといいです。これこの後講義としては後半の格論やるときに放火の問題って、まあ予備でも何回か出てるわけだけれども、まあ予備でもいろんなところで出てるけれども、大体既遂か既遂じゃないかということでね、まあ未遂は比較的簡単に分かるじゃん、あのガソリン撒いたりとかそういうのが出てくるので、既遂の時期を意識しないと結構ね既遂時期間違えちゃったりするので、独立燃焼説なので、そうするとこの人の場合にはあれでしょ、書類の束からまだ床に燃え移りそうになっている時点だから、この人はまだ既遂に達してない時点でこの不作為を行っているんですよ。つまりこのままで既遂の状態を止められるはずなのに止めなかったっていうことでしょ。だから要するに生きてるやつ殺してるんですよ。
殺人でいうともちゃんとしっかりとまだ既遂になってなくてまだ生きている人、つまり独立燃焼に至ってない人をしっかり独立に至ってないものをしっかり燃やしちゃったんです、作為で。ということはもう端的に、こいつにはいけそうな感じなんですよね。ただ兵に対してはすでに燃えちゃったやつに対して、放置したってことになると、つまり既遂にもかかわらず不作違反認めていいのかという一つだけちょっとした問題、まあ、事務所の床ですよね。あの放火ってとにかく既遂早いからね、もう床が燃えちゃってますから、もうね、あの床っていうのは建物の一部ですから、建物の一部が独立燃焼しちゃってるわけですよ。そしたらもう立派な既遂になるんです。いいですね、まあ、独立燃焼ですよね。まあ、一応今回事務所床だね、床ってもう立派な建物の一部ですから、既遂になった後も はあるんかいなということは、最後に余裕があったら検討していくということになります。まあでもこれは認めるべきだから、なんとかうまいこと言うしかないだろうね。まあ一応あの既遂でもすでに独立燃焼になった後ですよね、独立燃焼によって既遂になった後で不作為の実行行為は認められないかっていうことは、まあ問題になるんだけれども、ただこれ消火する義務があって消火できたんでしょうとなると、まあ要するにこれ刑法の一般的な放火の問題点なんですよ。既遂が早すぎるわけで、実際にまあ既遂時期はあのすごい早いからこういうことが起こっちゃうんだけど、まあ独立燃焼解消できる状態にいるんでしょう。つまり簡単に言ってしまえば、殺人罪だったら人は死ぬわけですよ。死んだものは生き返らないわけですよ。ただ死体に対してブッサブサ刺してもそれは殺人になり得ないけれども、実際にあの独立燃焼初期だったら焼損を防ぐことできるわけでしょ、消火かけて。ということは死んだ人を生き返らせるわけですよ。それが可能なのと同じなんですよ。と考えてみたら、これはあの実行行為性を認めていいという結論にしちゃうっていうのが妥当なのかなと思います。正直結論ありきです、これは。これだってさ、常識に考えて事務所の床ちょっと燃えてるの見てこれでやべえと思って立ち去って何にも起こらないってことはないでしょ。お前不作為の放火と同じだろっていうのは言いたいところであって、そうするとこれはまあ一応指摘しつつも、このような不作為違反の実行行為性が、ないんじゃないかというあの指摘しつつも、まあ、特にまあ本門ではしゃあないよねって言っていくしかないよね。要するに結局消火可能性があるんだから、肯定すべきかなと。まあ、ちなみにこれちょっと自信なさげに書きましたけれども、まあ、この辺のところはまあしっかり相場感発断してください。でこの、まあ、特にこの第2問なんかはやっぱり慣れてくると、でマーカーの引き方とかっていうのはあまり私テクニカルにやるつもりないので、まあ、自分なりになんかいろいろルール決めて引く方いらっしゃいますよね。人ごとに色分けてみるとか、あとはなんか主観は赤、客観は何々とかね、罪名ごとに変えてみるとかっていう、まあ、いろんな引き方はありますけれども、まあ、基本的には、まあ、自分なりに答案構成しながら慣れてというか自分なりのスタイルを見つけていけばいいのかなと思います。まあ、私なんかよくやるのはもう主観でなんかちょっと気になりそうなものだけは線は引くかなというのと、あとはまあ人が出てきたらとりあえず丸つけるぐらいです、正直決まってるのは。であとはまあ罪名で気になったところはもう線引いて罪名の数字なり罪名書いとくぐらいやっとくと落とさないです。まあ、要するに実際勝負どころって読みながら気づくかどうかっていう、読みながらもう頭の中で次々処理してってことがやっぱり必要になるの でその時に見落とさないように、例えばここだったらまあ実際に窃盗幇助ですよね、窃盗幇助の問題があるだろうと、一段落目では窃盗幇助の問題があるだろう、そしてまあ、ここであれだよね、住居侵入窃盗があった、で住居侵入窃盗があったことと、不作為による放火で、まあ、読んでいくと不作為による放火でこいつ既遂じゃんみたいなぐらいのね、まあ、そんな感じで、まあ、肝になるところを読んでいってチェックしていくという慣れがあるといいかなと、思います。だいたい予備試験の過去問の長さだと、だいたい近年だとこれプラスちょっと長いぐらいかな、第2問プラス長いぐらいというのが論文の、ね、相場感になりますので、まあ、答案構成目安としてはね、なんとか15分から20分で書いて、50分間手を動かし続けるっていうような、ところが目安だと思います。一般的に言うと答案構成の時間は、他の科目に比べるとなんとか圧縮したい
というのが刑事系の特徴です。なので、なるべくその分なるべくその答案構成書くような時間をなるべく圧縮してちゃんと条文引いて要件漏らさないようにっていう意識をね、持っていただけると思います。まあ、1回目だからね、少し丁寧に、進めてまいりますので、一旦ここで休憩挟みつつになりますかね。休憩を挟みながら、ちょっと休憩後第3問、第5問以降ですね、できれば6、7、8ぐらいまでのところを、やっていって、まあ、最初の刑法の、1回目ですから刑法の考え方っていう入門的な部分をね、その論文対策としての入門的な部分を押さえていくことにいたしましょう。はい、じゃあそれでは、ここで1回目の、休憩で、1回目というか休憩1回しかないですけど、第1回の休憩ということでちょっと休憩しましょう。